選挙妨害にあった現在の蓮舫氏。警察の対応が遅くて怖かった。5年前の蓮舫氏。あのような人たちと排除させるのはおかしい、と安倍首相を批判、に呆れの声。内容はこちら。選挙妨害にあった蓮舫氏が恐怖を口にするも、ダブスタを指摘されているようです。では、内容を見てみましょう。蓮舫。我が陣営、他の候補者にも同じような選挙妨害を行っているとのことです。私たちは昨日、地元の警察署前で街宣車を止め、スタッフが警察署に駆け込み相談をしている間に、この人たちに車の窓を叩かれ暴言を浴びせられ、動画を撮られていました。警察の対応が遅くて怖かったです。でも、負けない。選挙妨害に遭い、警察の対応が遅くて怖かった、と主張する蓮舫氏。しかし、5年前の蓮舫氏のポストがこちら。蓮舫。演説に対しての姿勢には様々なご意見があると思います。それでも、この排除のあり方はおかしい。私もこれまで街頭演説において、何度も大声で演説を遮られたり、否定される横断幕を掲げられたりしていますが、それも声だと思っていましたが、あのような人たち、排除させるのはおかしい。蓮舫さん、あのような人たちを排除するのはおかしいんですよね。それでは、選挙妨害にあっても我慢しろということになりませんか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。へえ。自民党、安倍さんの時は排除に批判して、いざ我が身、立憲共産党になれば被害者面かよ。野党の被害者面はヘドが出ますな。おめえあの時こう言ってますがって話ですよ。自分がやられて激おこ中だけど、昔の発言を忘れているんだろうな。はいはい、いつものダブスタね。マジで信用できない。飛距離の長いブーメランでしたね、こっこ笑い。ブーメランの達人。もしかして蓮舫氏、わざとブーメラン芸をやっているのでしょうか。次はこちら。自分の邪魔をする奴は全て敵なんですよ。自分の演説を邪魔する奴は敵。だけど、自分にとって邪魔な奴の演説を邪魔する奴は敵の敵で味方みたいな。精神年齢が3歳児くらいで止まってるんじゃないかと。自民対象なら問題なし。自分がやられたら大激怒。まさにあっちの、自分がすればロマンス、他人がすれば不倫、奔放版だ。はっきり言って、全く同情できないな。何が負けないだよ。ふざけすぎだろ。過去の発言のせいで、全く同情されない蓮舫氏。致し方ありません。次はこちら。芝北隊にやらせてたことが、自分たちに向かってきただけやろ。安倍さんが指摘したこんな人たちは、お前んとこの有田芳生とつるんでた、レイシスト芝北隊や、活動家を中心とした暴力集団だろ。逮捕者も多数出してるし、今回の連中よりもはるかに悪質だよ。ダブルスタンダードやブーメランは、立憲共産党の得意技。あんまり騒ぐと、それがそのまま帰ってきて、なおかつ深掘りされるから、黙ってた方がいいぞ。因果応報。まさしく因果応報以外の何者でもありませんね。最後はこちら。北海道警のヤジ排除、表現の自由侵害でドウに賠償命令の判決を下した札幌地裁と札幌高裁の責任は重いね。あんな判決が出たから警察は動けないだろ。あれ？言論の自由って判決出たろ？得意の被害者仕草か？いい加減ダブスタやめろよ。結局左翼が都合のいいことばかり言ってるから、演説で人が殺されたんだよ。選挙妨害を肯定してきたマスコミが批判することを負い目を感じてるじゃないか。完全にこいつらとマスコミと裁判所が撒いた種なんだよな。特定野党は、やじは言論の自由に加担した側ですよね。過去の自身の愚行を猛省すべきですよ。結論。確かに選挙妨害は絶対に許されてはなりません。
しかし蓮舫氏は、そんな選挙妨害に対し、演説に対しての姿勢には様々なご意見があると思います。それでも、あのような人たちを排除させるのはおかしい、と過去に発言しています。その理論でいくと、今起きている選挙妨害も排除するのはおかしい、ということになりますよね。まあこのような異常な選挙妨害がまかり通るようになってしまったのは、北海道で起きた安倍元首相へのヤジに対し、ヤジは言論の自由との判例を作った司法と、それを擁護した特定野党とマスコミのせいですけどね。司法と特定野党とマスコミは、とんでもないことをしてくれたものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。